皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はですね、ダイエットの実践編ということで、3回に分けてですね、どういうふうにダイエットやっていったらいいのかっていうことについてね、お話をさせていただきます。以前の動画でダイエットを始める前にやってほしいことっていうことで、初級編から超上級編までですね、4つの動画を出しておりましたけども、それを踏まえて実際にね、ダイエット始めますってなった時にどういうことをやってたらいいのかっていうことをですね、今回から説明をしていきたいなと思います。で、今回は初級編ということで、まあまずはね、軽い内容からね、やっていこうと思います。まだダイエットやったことないけどもね、挑戦してみたいとかね、あとはダイエット今までね、失敗してきてどうやってダイエットしたらいいのかわからないとか、他にはですね、そんなにこう今の体型が気になってるわけでもないけども、まあちょっと痩せたいなとか、ちょっとだけこう体型改善していきたいなとか、そういう感じのね、方がまあ無理なくできる方法ということでね、解説をさせていただければと思います。初級編でやっていただくことは2つです。1つは食事なんですけども、摂取カロリーを自分の体重かける30キロカロリーに設定していただくっていうことです。よくね、ボディメイク系のね、動画だと、タンパク質はどれぐらい取った方がいいですよとか、脂質は何グラム以内に抑えた方がいいですよとか、炭水化物はこれぐらいでとかね、いろいろそういう解説をしてる動画が多いんですけど、ダイエットが初めての方とかね、あんまりやったことのない方にとっては、そんなね、タンパク質がどれだけとかね、脂質がどれだけとか、そんな難しくて分かんないですよね。なので最初は栄養バランス気にしなくていいです。タンパク質がどれだけとか、脂質がとか、炭水化物、糖質がとか、そんなこと考えなくてもいいので、まずはカロリーだけ見るようにしましょうと。カロリーだけ見て食事をね、コントロールしていきましょうということです。必要な摂取カロリーっていうのは個人によってばらつきがあります。もちろん性別によっても変わります。女性よりも男性の方が必要なカロリーっていうのは大きくなりますし、普段の生活スタイルですね、肉体労働をされている方で普段から運動量がものすごい多いっていう方と、デスクワークばっかりの方では全然ね、必要とされるエネルギー量も違ってきます。筋肉量によっても違ってくるので、普段からトレーニングをしていて筋肉量が多い方と、学校の授業以外に運動してきませんでしたっていう方とでは筋肉量も全然違うので、それだけね、取っていいカロリーの量っていうのは違ってくるので、一概にね、これだけのカロリーなら大丈夫、あなたに合ってますっていう風に説明をすることは難しいんですけども、目安として体重かける30キロカロリーをまず最初のね、目標ラインとして設定していただくのをおすすめします。例えば体重80キロの男性でしたら2400キロカロリーです。体重60キロの方でしたら1800キロカロリー。これぐらいを目安に、例えばね、今いろんなものにカロリーって表記されるようになってます。コンビニとかスーパーで買うようなお惣菜、お弁当なんかにも大体ですね、摂取カロリー書いてあります。外食に行った時でもファミレスなんか行けば、まあまず確実に摂取カロリー書いてあります。そういうところで摂取カロリーを見ていただいて、自分の体重かける30キロカロリーを上回らないように食事を組み立てていただく、これがまずね、初級編で一番大事なことですね。まあもちろんね、タンパク質の量、脂質の量、炭水化物、糖質の量、この栄養素の量をしっかりね、決めていただいて、栄養バランスも整えていくに越したことはないんですよ。もちろん、そうやってバランス整えてあげた方が、よりね、効率よく痩せていくのは事実なんですけども、実際問題ね、それがストレスなく続けられる方もいれば、続けられない方もいたりするんですよ。減量苦手な方だったらね、そういうの続かない方の方が多いと思います。私なんかはね、やっぱり競技でやってるんで、当然ね、タンパク質の量とか脂質、糖質の量とか全部測ってやってますけども、そうでもない限りダイエットしたいからって言っていちいちね、栄養素の量を計算して測ってってなかなかできるもんじゃないんですよ。まあ、なのでどんなに効果的な方法でもね、続かなければ意味がないんです。目標を達成するまで続かなければ、それは机上の空論で終わってしまうので、現実的に続けられそうな方法からちょっとずつね、ステップアップしてやっていくのがね、ダイエットで一番大事なことになるんですね。まあ、なのでまず最初のね、初級編のステップとしては、とりあえず栄養バランスっていうのは置いておいて、摂取カロリーだけ見ていただいて、とりあえずカロリーがオーバーしないようにっていうことで食事を組み立てていっていただければと思います。まあ目安としてね、設定させていただいた体重かける30キロカロリー、これで順調に痩せていく方もいれば、痩せない方もいたりして、ひどい場合はこの摂取カロリーでも体重がじわじわ増えていってしまう方もいらっしゃるかもしれないです。
じゃあ思うような成果が出なかった時にどういうふうに調節していけばいいのかというお話なんですけども、大体ですね、体重はなるべく毎日測っていただきたいです。体重を見る場合は1週間の平均値を出してください。体重っていうのは日によってね、水分量で結構上下するんですよ。1キロから2キロぐらい平気で変わるもんなんですね。なので体脂肪が落ちていて減量が進んでいても、実はね、水分量が多くて体重が1キロ増えてしまったっていうこともあるわけなんですね。逆もまたしかりで、実は食べ過ぎで体脂肪が増えてるのに水分量が少なくて体重が 0.5 キロ落ちていたっていうこともあったりするわけなんですね。なので1日1日で体重の数値を見ていると、体重の数字に振り回されてしまって正確に進捗を把握できないんですね。なのでおすすめは1週間の平均値を出していただく。これで進捗を測っていただいて、2週間ですね、全く体重が変わらないとか、むしろ体重が増加傾向にある、そういう数値が出たときは、摂取カロリーを 10% 減らしてください。1割減らしてください。例えばさっきのね、体重80キロの方でしたら、まず2400キロカロリーからスタート。順調に体重が落ちていったけども、あるところで2週間ね、全く体重が変わりませんでしたと、そういう状態になった時には 10% なんで240キロカロリー摂取カロリーを減らしていただいて、体重がどう変化するかっていうのをまた2週間見ていただく。でまたね、1週目の平均値、2週目の平均値出していただいて、体重がどう変わってるかっていうのを見ていただく。それに応じて摂取カロリーを調整していただくっていう形で、ちょっとずつね、その個人に合わせて摂取カロリーっていうのは調整をしていってください。これがね、一つ目、食事に関することです。そして二つ目は、なるべくね、全身のトレーニング、ウェイトトレーニングをまんべんなくやっていただくっていうことになります。初級編なので、わざわざね、ジムに行ってくださいとまでは言いません。自宅のトレーニングで大丈夫なので、なるべく全身のトレーニングをまんべんなくやるようにしてみてください。このチャンネルでもいろいろ種目を紹介してますけども、自重でね、ご自宅でもできる種目としては、まずは腕立て伏せ、スクワット、リバースランジ、ヒップリフト、パイクプッシュアップ。これぐらいやっておけば全身まんべんなく鍛えられるかなと思います。ただ、背中のトレーニングだけはどうしても器具が必要になるので、なかなかね、自重で器具なしでっていうのはちょっと難しい部分もあるんですけども、まあ、できる範囲でなるべく全身まんべんなく鍛えてくださいということですね。やっぱりその鍛えてあげない部位が出てくると、そこだけで体脂肪が落ちないっていうことはないんです。体脂肪は全身まんべんなく落ちていくので、筋トレできてない部分があっても、その部分だけね、痩せないっていうことはないので、それでは安心していただきたいんですけども、やっぱりね、鍛えてない部位があると、そこだけね、筋力が伸びていかないわけなんですよね。筋力がアンバランスになってくると、それが原因で姿勢が崩れてしまったり、怪我の原因になってしまったりするんですね。ということもあって、なるべくね、全身のトレーニングはしっかりやっていただきたい。というところですね。もし器具を変えるだけの余裕とやる気があるのであれば、リッピングバーとかチンニングスタンドとか、この辺を買っていただくと背中のトレーニングもできるので、全身隙なくね、鍛えられるようになります。まあそこまでのことは言わないので、まあできればというお話なんですけども、まあもしね、余裕があるんであれば、その辺も検討していただくのをお勧めします。ということで、今回はダイエット初級編ということでね、2つポイントをお話しさせていただきました。1つ目は、摂取カロリーを体重 ×30kcal に設定していただく。2つ目は、全身のトレーニングをまんべんなくやっていただく。というところですね。この動画が参考になった方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Bレジェンドでは、公式 LINE の方で毎日ね、お得な情報を配信しておりますので、ぜひ概要欄のリンクをタップ、クリックしていただいて、登録よろしくお願いします。他にも新商品やキャンペーンの情報を概要欄に記載しておりますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。